しいから朝早く起きて早朝にドライブすることにして、今ドライブしてます。ちょっとだけ雲が朝焼けて、到着。思ったより駐車場あったね。イノベーションしてるのかな、ホテル。なんか網張ってるけど。
ここのホテル泊まろうと思って予約したけど、ね、今年の夏開くの開かないみたいでキャンセルされちゃった。綺麗な色。なんか工事してんじゃん、ここホテルのとこに。開けないからその間に整備してんのかな。なんかコロナの影響で開けれないらしい。さっきあそこのあそこら辺ぐらいから水見てた。今は下の方に来た。駐車できないと思ってめっちゃ早く来たけど全然空いてる。まだまだ今7時半ぐらい。今7時半ぐらい？何時今？7時は？え？7時半でしょ？駐車場半分ぐらい空いてるわ。駐車場こっちも空いてるわ。ってことは多分3分の1ぐらいしか埋まってなかったな、朝7時半で。思ったよりなんか混んでない。まだ6月だからかもしれないけど、よく朝7時とかにとかについても止めれないぐらいのこと聞いてたからね。まあでもそれやっぱ真夏じゃない。まだ真夏じゃないからか。よいしょ、ドライブか。帰ってきてちょっと昼寝して、今12時。今ご飯炊いてて、その間にチーズケーキと栗コーヒー、ちょっとデザートで先に食べてる。ネットフリックス見てる。最近韓国のちょっとドロドロ系のネットフリックスのドラマにハマって見てる。アイケアで買ったジャム、イケアでしょ。絶対買っても食べないと思いつつ、めっちゃ美味しそうだったから買っちゃったんだよね、だいぶ前に。開けられないね。ホミー様、開けてくれる？なんかまた虫みたいの入ってきてるね。あ、出てた出てた。あ、いい音、ありがとう。なんかこれは思ったより賞味期限が短い。もう9月で終わっちゃうみたい。よかった、1個だけにしといて。でも美味しそう。分離してるな。でもお汁作ってて、あとこれ納豆。前におすすめされた韓国のスーパーで買った黄色いパッケージの納豆。日本行ったら白味噌買いたいな。なんか前回っていつだろう、1年半以上前か。なんか結構赤味噌とか
そっち系ばっかり買っちゃった。椎茸と豆腐とトロの昆布の味噌汁。雑炊にするってこと？じゃあ卵、卵で別に。うん。いただきます。こういうご飯が一番好き。あとこの間旅行中にこういうふりかけご飯がめっちゃ食べたくなって、やっと食べれる。いただきます。